王と一斬りサイドストーリーやっていきましょう。異界での激闘が続く中、暴君トータクが味方の領地に接近しているとの報告が入る。応戦したのは二人の若き将であった。冷静沈着な知者リクソンと熱き優勝主膳、どちらも孫悟の時代を担うであろう有望な若者である。彼らは勇んで戦場に向かった。トータクの野望を怪人に期すために。トータクね、オッケーです。もう剣豪と一切り言うたらもうあの二人しかいないよね。トータク軍はすでに戦場に展開しているようです。我らは貨幣、苦戦は免れませんか。弱気になるな、リクソン。俺たちが力を合わせれば必ず乗り切れる。とりあえず家計しようぜ。そうですね。では厳しい戦になると思いますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。戦場が騒がしくないか。はい、じゃあやっていきましょう。とりあえず挑戦目標と。で、今回武将が表示できてない、真っ暗。メンツは真田幸村、直江兼津久、バチョウですね。またこのメンツも暑苦しいよね。ギギギギギギギ。はい、で勝敗条件はねこんな感じです。はい、ではやっていきましょう。ちなみになんですけども、武装ルチ3アルティメットはですね、初見プレイではございませんのでよろしくお願いします。はい、敵襲の伝令があって駆けつけましたが、おい、すでに誰かが交戦中のようですね。だなな、雪村は一回使ったことあるな。烈火のごとく攻め立てるんだ。待て、あ、一撃、おお、すべての敵武将撃破。来た、了解した。確かにさっきの連中とは違うみたいだな。君って強いんだね。よいしょ。話ぐらいは聞いてあげようかな。なんて腕前だ。ぜひ俺たちの仲間になってくれ。え、確かさ、この武将すべて撃破ってあるじゃないですか。これ他の NPC がやったらこれカウントされるんかな。どうなんやろうか。まあ、とりあえず倒すことを心がけますけど。おお、300人、 OK。 どうしようかな、フィーバー出たけど、ここで合体打つか。不義の輩を打ち払いましょう。はい、勝敗は陛下の杖、またお相手願おう。またお相手願おう。策を使う余裕もないか。すぐに終わりにしてやるぜ。おお、いい調子ですね。はい、さらに東卓援軍と。随分気合い入ってるな。けど剣の道を極めるのは俺だ。はい、で、お見事です。私も見習わなければ。あれ、フィーバー出た。あ、取ってる、取ってるか取ってないか分かんないんだよね。おい、ご覧あれ。敵将、そこを動くなよ。おお、結構やるな。なカメラアングルすごい。チューッつって弾かれた。敵将、そこを動くなよ。綺麗に切ってあげられたようだね。おお、かっこいい。ちょっと川総理陣倒したいな。お、オッケー。真田の戦、ご覧あれ。
すごい、あなたこそ真の三国無双です。ありがとうございます。今こそ闘志を燃やさん、闘志を燃やさん。全然いない。お見事です。私も見習わなければ。全然当たってない、微妙だったわ。まだまだこの程度では終わりません。勝利のためにも突き進みます。せやー、俺ももっと闘志を燃やして挑むしかない。あれ、馬長ってスピードタイプじゃなかったっけ。もしかして待って、馬長って何タイプ。あんたパワーなのね。マジ、馬長ってパワータイプなんや。2の時はね、スピードタイプだったんですよね。あ、私が止めなければ。リクソンが危ない。待ってろ、今行くぞ。 OK、 合体打ちます。我らの部を示す時だ。パワータイプか君。どうにもならん。バルシッドか。お前結構やるな。その調子でいけ。加熱が派手になったな。マニオッケー。タッ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 。でカレツグは、まあ、前作も確かスピードタイプだったよね。シャギン、気概を見せん、気概を見せん。大きい参上。で、この俺が相手だ。来い、闘志を燃やさん、闘志を燃やさん。真似をしおって。いや、覚醒ランプ気持ちいいな、やっぱ。じきじきに切り刻んでくれる。お見事です。私も見習わなければ。はい、ありがとうございます。待って、合体真術であれやってないわ。これトータク倒したら終わりじゃね。闘志を、闘志を、炎と燃えろ。ここで少し溜めて、でここでまた撃つ。力を合わせましょう。はーい、おお、これでいったんじゃないかな。まだいってないか、ギリまだいってない。真の三国武装だ。結構やるな。その調子でいけ。あと一人、あ、トータクか。じゃあちょっと覚醒ランプ貯めたいな。オリジンがいるね。ディクソン耐えてくれよ。燃えよ我が家に、我が魂。やばい、覚醒ランプ貯めないとな。覚醒ラムじゃねえや、合体真術。あぶら、あいで、あぶれ、あぶれ。遅れは取らん、遅れは取らん。あ、ちょっとあそこ固まってるから、あそこでちょっと、あそこっていうのもおかしいけど、このここ今走ってるところ敵固まってない。結構固まってる。よし、おいでおいで。燃える疑心で打ち滅ぼす。あー、そんなたまらんか。焼き参上。てや
あとは撃ちたいけど、あとだこっち来ちゃった。これでいけるんじゃない。よし、これでいけそう。よいしょー、これで達成。よしよし、いいですね。あとはトータク降りておいで。必殺必殺、お疲れい。わしの野望はまだ終わってはおらん。よし、片付いた。2人ともこれで調整目標も達成したし。ああいいぜ、どうせ帰る場所もねえし、それにお前たちと行けば何か掴めるかもしれねえ。うん、武蔵が行くなら僕もついていくよ。武蔵のストーカー、結構良かったしね。そう、佐々木小次郎と宮本武蔵ですね。君たちのキリっぷりすっごく良かったよ。なんか途中から君たちを切りたくなっちゃってその衝動を抑えるのが大変で大変で。リクソン、うん、さっきは熱くなってて気づかなかったが、俺たちとんでもない奴を仲間にしたんじゃ。いや、強いんで大丈夫です。心配無用だ、うん、こいつはちょっと変わってるが剣の腕は確か、戦力としては十分頼ってくれていいぜ。お前ら仲いいな。では武蔵殿に小次郎殿のお目付け役になってもらいましょうそうすれば私たちも安心です。何考えてるか分かんないからな。よかったね武蔵、また一緒にいっぱい生きることができるよ逆じゃね、そ、逆に小次郎よかったね、いっぱい人切ることできるよみたいなね。なんだよ、うん、二人きりの旅が終わったと思ったらまたくっつけられるのかよ。いいじゃん。ま、仕方ね、その条件飲んでやるぜ。お前ら仲いいだろ。極めるぜ剣、極めるぜ剣、僕が切ってあげるよ。武蔵と小次郎2ですから、はい、お、よかった。ちょっと時間心配だったけどなんとかなりました。はい、あ、間違った。